プエンテ・ヘニルは、スペイン・アンダルシア州コルドバ県のムニシピオ。コルドバ県の県とコルドバから7 0トルの距離に、ある。標高は2 1 7メートルであり、面積は171.05平方キロメートルで、ある。2017年の人口は3173人。名称は、ヘニル川の橋を意味する。グラナダなどを流れてきたヘニル川は、市街地の南東にある。 コルドビージャ貯水池でヘニルイコールカブラウンガを分ける。プエンテヘニルの町は、ヘニル川とヘニルイコールカブラウンガの間に築かれており、この地域の農業の中心地でもある。セマナサンタと呼ばれる祭礼が開催される。町の北西には、ラムサール条約に登録されているティスカルシッチがある。高速鉄道アベニューのプエンテヘニルエレーラ駅。 プエンテヘニルには2つの鉄道路線にそれぞれ1つの鉄道駅がある。市街地西側にはプエンテヘニルエレーラ駅とは異なる在来線の駅があるが、もはや旅客利用は行っておらず、貨物列車の専用駅となっている。市街地から南西方向、エレーラとの自治体境付近には2006年12月に開業した高速鉄道アベニューのプエンテヘニルエレーラ駅がある。 この駅は2面4線を有する京城駅であり、マドリード・コルドバ・マラガを結ぶ路線、バルセロナ・コルドバ・マラガを結ぶ路線の列車が発着する、ほか、セビリア、コルドバ、アンテケーラ、マラガのアンダルシア収穫都市を結ぶ、中距離シャトルビーン・アバントが運行されている。コルドバまでは最短23分、アンテケーラまでは最短12分である。ありがとうございます。